こんにちは、メンズの松です。語らうスポラジ第14回の収録でございます。もう少しで6月に入りまして、気温も落ち着いてきて、僕の大好きなね、時期に来たなっていう感じなんですけれども、夏僕あんまり普段は好きじゃないんですけど、夏入り前は結構僕好きな、梅雨の時期も結構好きなので、好きな季節に来たなっていう感じなんです。一番好きな秋なんですけどね、そこはもうどうでもいいとして、今回ですね、扱うスポーツのトピックスになるんですけれども、ちょっとお先に告知の方をさせていただきたくて、プレミアリーグとブンデスリーガを僕普段結構多く見てるんですけれども、そちらの2リーグはですね、リーグ戦も全て、ブンデス、プレミア関係なしに全部終わったんですけど、ヨーロッパはその2リーグですねはちょっと特番っていう形で、よく見させていただいてたので、別のっていうかちょっと特番ラジオっていう形で後日ちょっと出させていただくことになると思います。で、なのでちょっと今回はその2リーグの話はちょっと極力省きまして、他の3リーグですね、リーグワン、リーガエスパニョーラ、セリアの話をちょっとリーグ戦最後終わった話をちょっとさせてもらうのと、監督人事が動いたりとかっていうのは、それはプレミアも含めて全部なんですけど、そういった話が結構もろもろ出てきたりしていたので、そちらの話をさせていただけたらなと思っております。あとですね、ちょっと NBA がプレーオフが始まったりしてるんで、八村選手がね、すごく頑張ってるということで、話はできないですけど、ここでちょっと頑張ってくださいと言わせてください。ということで、今回扱うのは、3リーグ、僕が特番で扱う2リーグ以外の3リーグの話と、監督人事とか、選手の移動移籍の話をちょっとさせていただけたらなと思っております。ということで、カタラスポラジ第14回スタートでございます。ということで、まず前半戦に移りたいなと思うんですけれども、まずですね、リーグワンの話をしようかなと思います。リーグワンはですね、僕普段は正直あんまり見ないんですよ。僕どうしてもやっぱプレミアリーグとブンデスリーガーのチームを僕応援しているので、そこ基本中心に見ることが多くて、他のチームも、たまに見るかなっていうぐらいですね。プレミアもたまに見るから、結構見てる方だと思うんですけど、そこを結構中心的に見ちゃうんで、リーグワンっていうのはちょっとパリのここ最近の試合どんな感じが気になるなって思った時に見たりとか、それこそ最近やとリールが優勝したので、そのリール優勝してるからどういったチームなんだろうなって思うことが気になったりすると、ちょっと見たりとか、マルセイユ見たりとか、日本人選手が所属してるので、見たりするかなっていう、もう本当にごく稀に見るかなっていうぐらいに。そのリーグワンがですね、先ほどもちょっと言っちゃったんですけれども、リールが優勝しました。何年ぶりやったかな、ちょっと何年ぶりかちょっと忘れちゃったんですけど、ごめんなさい。結構ここ最近ずっとパリがずっと優勝を持っていってて、モナコがね、エンバペが最後に追ったモナコを、すごい選手、ベルナルド・シューバーとかファビーニョとかがおった時のモナコが最後にリーグワン制覇して、以外は基本もずっとここ最近はずっとパリが優勝してたんですけれども、そこの牙城を崩して今年はリールが優勝しましたと。素晴らしいですね。やっぱりこう、ブンデスもよく言われるんですけれども、一強リーグってよく言われるんですけど、そんなことないんですよ。確かにその頭一つ二つ抜けてるのは間違いないです、それはね、正直。でもそれを一挙じゃないの、それをって言われたら、でもとはなるんですけど、でも普通に強いですよ、他のチームは。僕はバイエルンを応援してたんであれなんですけど、パリものサポーターも多分同じ気持ちだと思うんですけど、結構1位も多いぞっていう話で、それで見事今回はそのリールが優勝したということで、
まあ、多くの選手ね活躍されていたかと思うんですけれども、それこそまあメニャンとかね、ゴールキーパーのメニャン、最近やと移籍の話が出てると思うんですけれども、まあ、AC ミランにね移籍の噂が今出てますね。でもそういったやっぱりこうリーグをより盛り上げるような活躍ができたリールっていうのはやっぱ素晴らしいなと思いますし、ここ最近ね、暗い話題、コロナウイルスとかでよく暗い話題がずっとあった中で、こういうなんか何ですかね、まあ、下克上とは言わないですけれども、ちょっとこう盛り上がるような一シーズンになったんじゃないかなとは、ちょっと旗から見ててリーグワンは思います。パリが優勝できなかったことはね、ちょっとまあ残念かなと多分パリのサポーターは思ってると思うんですけれども、まあ、いる選手はまあ超一流の一流なんで、特に前線はね、ネイマール、ムバペ、ディマリア、まあ、イカルディもまあ一応入れとかな、イカルディとかベラッティはいるかな、ベラッティ、まあ、パレディスは最近ね、まあ、どんどん良くなってきているし、まあ、マルキーニョスはまあ言わずもかな、素晴らしいねとかね、まあ、素晴らしい選手は結構たくさんいるんで、まあ、優勝してもおかしくない上昇軍団やとは思うんですけれども、まあ、そこの場所を崩した理由は本当におめでとうございますという感じでございます。ちょっとね、どういったサッカーっていうのはね、正直あんまりちゃんとよく見れてないので、ここでは言えないんですけれども、まあ、しっかり見てからねちょっと話させていただけたらなと思うんですけれども、まあでもこういったことが起きることは素晴らしいことですし、まあ、リーグワンがより盛り上がっていくのではないかなと思います。はい、で、ちなみにね、リーグワンなんですけれども、一応得点王はキリアン・ムバッペです。まあすごいね、まあ、ネイマールが結構今シーズン怪我で結構いなかったりしてたん で、2位がベン・エデルと20ゴールで、デパイのリオンが20と、あとケビン・フォラントですね。うわ、フォラント、そっか、モナコに今おるんか。で、16ゴールって感じですね。でリールのね、イルマズが結構活躍して、フォワードの結構ベテランの選手なんですけど、結構ポストプレーもしっかりできて、結構万能型の素晴らしいフォワードのイメージが僕はあるんですけど、その選手もしっかり活躍して16ゴールと。でもトップのね、ムバッペと結構11ゴール差って結構あるんですけど、まあ、チームとして失点も多分少なかったから、こういったことになったんだろうなと思います。はい。で、ちなみにそのリーグワンなんですけれど、監督、ガルティエが今シーズンで去ることがもう決定してるみたいで、まあ、後任はちょっと誰になるか正直全くわからないんですし、情報を追ってないんでわからないんですけれども、素晴らしい置き土産をして、このチームを去るということみたいです。はい。ですね。はい。で、次、まあ、リーグも早速変わるんですけれども、ラリーガの話に行きたいなと思います。ラリーガですね、優勝アトレティコでマドリードに決まりました。ルイス・スアレスがね素晴らしいゴールを決めて、まあ、相手のミスをねついて、2対1で勝利したっていう感じなんですけれども、それこそ結構なんかちょっと前のようで結構前なんですよね、意外とね、アトレティコが優勝したのって、あれいつになるんかな、あれは2015年とか、結構それぐらいになりますよね、4年とかかな。なんかそれこそグリーズマン、ジエゴ・コスターとかアルダトランとかまだいましたよね、確かね。あ、ビジャがおった、ビジャ、ヴィッセル神戸にもおったね、確か。彼らがまだ所属してたガビとかがまだおった時に確か優勝してると思うんですけど、確かその時もね、ビジャがバルセロナから放出されたんですよ、アトレティコでマドリードにね移籍したんですけど、ビジャが移籍したそのシーズンに確かアトレティコを優勝してるんですね。で、今回もルイス・スアレスがバルセロナからアトレティコでマドリードに移籍して、1シーズンも初年度のシーズンで優勝してるじゃないですか。なんかそういうジンクスもしかしたらあるかもしれないですね、できたかもしれないですね。だからもしかしたら来シーズンももしかしたらアトレティコが優勝するってなったら、バルサから誰かぶんどったらいいんじゃないかって思ってるんですけど、まあでも今シーズンそのラリーガはまあ、リーグワンに比べて、まあ、見てる試合は多かったので、まあそれでもめちゃめちゃ多いとは言えないんですけれども、まあ、見てる印象からすると バルセロナは結構シーズン通して、まあ
シーズン序盤は結構しんどかったりしたんですけれども、後半戦は結構落ち着いたフットボールしてましたし、完成度としても、他の環境に比べては、結構いい出来なんじゃないかなと思ってたんですけれども、負けが多かったりとかしたので、大事な試合点取れなかったり引き分けっていうことがあったりしたんですけども、大きくて、3位になって終わってしまった。素晴らしい選手とかね、結構出てきてはいるんですけども、やっぱバルセロナの課題として言えば、やっぱこう負債が大きすぎるんで、そこをどう解決していくかまず第一問題だと思います。ペドリとかね、フレンキー・デヨングとか、もう素晴らしい若い年代の選手もいますし、メッシがねどうなるかはまだ分かんないですけれども、このチームはね、いずれ絶対シャビが監督になりますし、クーマンのままでいいとは多分誰も思ってないと思うんで、バルセロナの多分ファンの方は一番思ってると思うんですけど、これからなんじゃないかなと思います。はい。で、レアルマドリードですね。レアルマドリードに関しましては、最後勝利はしたんですけれども、やっぱりこうシーズン通してね、どう言ったらいいかな、勝つときは勝つんですけど、なんかバルセロナと一緒で結構ポトンって結構たまに落とすんですよ。あれ、なんか負けてるやんみたいな。でちょっと見てみたら、あ、そういった感じかみたいな。で確かにこのシーン見てて思ったのは、やっぱベンゼマいる以内はでかい。あとセルヒオラモス、でも後者のセルヒオラモスに関しては、ミリトンが結構素晴らしい活躍してたので、後半は特にミリトンがね、セルヒオラモスの後継者になるっぽい感じ今出てますけども。で、モドリッチは今年も素晴らしかったですし、あとはなんといっても怪我人が多かったりとか、コロナウイルスの感染者がやっぱ出てたことかな、レアルマドリードはね。あとはアザールはね、もうちょっと厳しいですね、レアルによるの。なんかマドリディスタの方はどう思ってるか分かんないですけど、正直ね、レアルで活躍するイメージがつかないんですよ、僕。なんかこれね、ただのイメージなんですけど、なんかね、あんまり浮かばないんですよ、アザールが活躍してる姿が、レアルマドリードで。なんかね、なんかちゃうんですよね。なんか白いユニフォーム着てる姿も見るんですけど、なんかね、なんかちゃうんですよね。しかもなんか毛が多いじゃないですか、今。ベイルよりも多分ひどくないですか。多分もうマドリディスタの方どう思ってるか分かんないですよ。分かんないですけど、僕は正直ベイルの方が良かったなと思いますよ、あれなら。アザールよりも。だから、放出されてもおかしくないんじゃないかなと思っても、正直ね。正直言って。それこそエンバペが来て、今やったらビニシウス・ロドリがいるじゃないですか。で、アセンシオもいてってなったら、僕はね、エンバペと、ベンゼマの2トップで行って、エンバペ補強できたらいいんですけど、で、アザール放出して、バルベルデ、モドリッチ、クロース、カゼミロの4枚で中盤固めて、4バック4-4-2みたいなシステムでやった方がいいんじゃないかなと思ってるんで、そうなったらアザール余計いらんし、例えば左サイドに置いたとしても、彼そんな守備も上手くないですし、戻りも別にそんな速いわけではないんで、だから正直レアルマドリードのファンはどうか思ってるか分かんないですけど、いらないんじゃないかなと思います、正直。はい。で、最後優勝したアトレティコでマドリードですね、シーズンとして素晴らしい、勝ち点も落とすこともあんまりなく、スアレスの補強が当たり、もらった放出もしっかりと穴埋めできて、キーオコスタも途中で契約したりとかいろいろあったりはしたんですけども、マルコス・ジョレンテのシーズンだったなって感じですね、今シーズンはね。別にアトレティコだけじゃなくて、シーズン通してそうじゃないかな、ラリーが通しても、マルコス・ジョレンテが素晴らしい活躍をしたシーズンだと僕は思います。ちょっとまさかね、ああいった選手になるとはちょっと想像つかなかったですけども、
あのレアルマドリードを見てた時に、ああこんな選手いるんやぐらいで見てて、それこそ中盤の底でねプレーしてたイメージなんですけど、あんだけねボックスとボックスで仕事できる選手になるとはちょっと正直思ってなかったです。まあこれはシメオネがね指導した、シメオネでやったことで変わったことだと思います。やっぱ指導者って大きいですね、うん、はい。ということで、今回はですね、前半戦はこの2つ終わったところで終わりたいなと思います。引き続き後半の方はですね、セリアの話と移籍やったり対談の話をさせていただけたらなと思います。カタラウスポラジ、はい、後半戦に移りたいなと思うんですけれども、まずですねセリエ A の話をしたいなと思います。セリエ A はですね、最終節迎える前にもうインテルの優勝が決まっておりまして、インテルがシーズン通して素晴らしいチームを作り上げたなと、選手層も含め、素晴らしかったなという印象なんですけれども、あまりねこういろんなチーム話すこと僕セリアは特にできないので、特にあの下位10以下のチームとか僕あんまりちゃんと見れてなかったりするので、まあ、個々のなんか選手の特徴とかある程度多少分かったりはしてるんですけど、どういったサッカーしてるとかあんまり見れてなかったりするんでセリアは、なんですけれども、インテルもう早速優勝チームのインテルの話したいんですけれども、ルカクが素晴らしい活躍をしていまして、別にルカクにかけたことじゃないかな、もう全員になるんじゃないかな、まあ、ハキミ、ルカク、サンチェス、ラウタロ・マルティネス、ブロゾビッチ、シュクリニャルとかかな、ハンダノビッチで、うわ名前忘れた、選手とか、まあ、この辺の選手が活躍したというイメージなんですけど、あエリクセンかな。で正直ねインテル正直シーズン始まった段階で、まあ、優勝候補やとは思ってたんですよ。僕ねミランかインテルが優勝すると思ってて、確かね言ったような気がするんですけど、インテルかミランやと思ってたんですよ僕ね。ユベントスはね正直厳しいなと思ってたんですよ正直最初っていうのもなんなんですけど、多分ね最初の様子見て最初の数試合見た出来でユベントスがどうなるかかなっていうのが想像できるかなみたいな話は多分どっかでカタラウで多分したかな、多分どっかで多分したと思うんですけど、まあ、インテルに関してはコンテが来て、3バックシステムとか、基本彼3バックが多いですけども、もともとルカクをねずっと欲しがってましたし、それこそチェルシー聞いた時からルカク欲しかったのにモラタ取ったから、チェルシーがでルカクを取ったユナイテッドもルカクをしっかり使いこなせないっていうもう最悪のあれになってしまったんですけども、僕ユナイテッドのファンなんで言えるんですけど、ルカクを上手に使える指揮官がいなかったです正直言って。モーリーニョも当時ユナイテッド率いてルカク取ったんですけど、モーリーニョのシステムで確かにルカクは生きるかもしれないです。カウンターなんで大きく言うとねカウンターなんですけど、あくまでカウンターをルカク一人にやらすわけにいかないんで、攻撃的に行くってなった時に選手もやっぱそれなりに上げないとダメってなった時に、モーリーニョはそこをしっかり徹底できなかったんですけど、コンテはある程度こう選手を上げたりとかそれこそサポートできる選手を周りに置いていけてたので、使い方がしっかりできていたのかなと思います。本当にね、まあ、ちょっと今の段階では僕モーリーニョよりコンテの方がちょっと上やなと思って、 2,3 個2つぐらい上かなと思ってますけど、で、まあ、エリクセンもね最初は出て補強したのに全然使うこともなくて使われることも少なくて、多分どういった風に使ったらいいのかとか、それとリーグになれるのに時間はかかったんですけども、最後の方はしっかり活躍していて、やっぱいい選手やなと思いましたね。エリクセンね、いいな。エリクセンバイエルンに欲しいな。ちょっとねああいったタイプの選手がねちょっとバイエルンの前線にも起きたらいいなと思いますけどね。エリクセンのクロスからレバンドフスキのゴール、
いいね。まあミュラーがおるんでね、うちは。まあミュラーとはちょっとエリクセン全然タイプはちゃうんですけど、まあちょっとこう、入れ替えて使いたいなと思うぐらいのいい選手なので、バイエルンに欲しい選手いますね。エリクセン、それこそ来シーズンナーゲルスマンになるんで、ハキミ、噂出てますけど、ハキミとかね。あとブロゾビッチ。あとペリシッチ、買い取って欲しかった。本当に。ペリシッチを残して欲しかった。だこの4選手僕欲しいです。他の選手も来てもらえたら全然嬉しいんですけど、バイエルンにも欲しいなって思える選手ですね。インテルには本当にその選手が多いかなっていうイメージです。はい。で、2位が、ミランですね。最後に2位に返り咲いたんですけど、アトランタの勝利ですね。ミランに関しては、強かったですよ、シーズン通して。負けもちょくちょくあったりしたんですけども、ただ、インテルと違うのは、いわゆる絶対的なフォワードが抜けた時の、勝ち数、勝利数っていうのが多分圧倒的な違い。これがあります。ミランはズラタンが抜けると、一気になんかチームの出来が落ちるんで、なんか精神的に結構あれなんかもしれないですけど、メンタル的にやられてるんかもしれないですけど、やっぱそれだけズラタンが偉大っていうのはあるんですけどね。なんですけど、やっぱこう、彼が抜けた時のこう、負けがポンって出てきてしまったりしたのが、やっぱ優勝できなかった、まあ一つの要因なのかなと。あと、マンジュキッチを補強したんですけど、それがうまいこといかなかった。まあこういうのが、やっぱあるのかなと思いますね。まあミランに関しては、まあいろんなね、噂が、次の噂とかも出てますし、まあズラタンが1年間延長したことは、まあ大きい。材料ではあるんですけれども、来シーズン優勝に向けて、まあ、補強が大事になるのかなとは思います。はい。で、3位、アタランタですね。アタランタに関しては、まあ、バイエルンに匹敵するぐらいの得点能力を持っているチームで、素晴らしいガスペリンという指揮官のもと、ここ数シーズン安定した結果を常に出していて、チャンピオンズリーグでも結果を出したりとか、本当に素晴らしい、イタリアでは珍しい本当に攻撃的なサッカーをしているチームで、全世界的にも注目されているクラブであることは間違いないですし、まあ、エリチッチねとか、ドゥバンサパタとか、素晴らしい選手がたくさんいるんですけれども、パプゴメスがね、セビージャに引き抜かれたんですけれども、まあ、ちょっと問題があってね、内部と揉めたみたいですけど、パプゴメスが出たにもかかわらず、やっぱりこうしてリーグ3位に追われている、リーグ3位で追われたっていうのは、やっぱこうチームとしての完成度とか、出来とか、まあそういったものが集大成として出来上がってるのかなと思います。まあ、多分一番ね、課題というかあれになるのは、ガスペリーニがもし辞めるってなった時に、次どうなっていくのか、多分そこで結構ガタって崩れる可能性はあるんで、そこの器具は多分、フロントも含めしてるんじゃないかなとは思います。はい。で、4位。ギリギリチャンピオンズリーグに入りましたユベントスですね。ユベントスに関しましては、今シーズンに関しまして、やっぱりね、いる選手は一流なんですよ。超一流です。超一流で、チャンピオンズリーグ優勝を目指しているようなチームなんですけれども、僕の中で、もうアレグリを解任した時点で終わってます、僕は。超一流の選手がいたとしても、やっぱ4位に終わってしまうんですよ。やっぱそれっていうのは、やっぱ指揮官の力です。これはね、ユナイテッドにも強く言いたいんですけれども、指揮官の力は間違いなくリーグ戦の結果に大きく出てくるんで、1回の大きな試合に勝てたとしても、それがシーズン通して勝ち点をこぼしていたら、それはリーグ優勝できないよ。これはもちろん、リーグ優勝最近逃してるチームにはよく言えるんですけれども、爪が甘いって言ったらあれなんですけど、こう、手を抜いても勝てるような、こう、シーズン通して、こう、ハードワークするようなチームって、作るの難しいんですよ。常日頃から走りまくってるチームって、正直、ないんですね。で、去年チャンピオンズリーグでバイエルンが優勝しましたけど、正直ね、圧倒的に強かったんですよ。もう、めちゃめちゃ強かったですね。でも、あのハードワークっていうのは、確かに昨シーズンできてはいたんですけど、チャンピオンズリーグではよりできてたんですね。なんですけど、今シーズン入った時にバイエルンっていうのは失点数が多いんですよ。多かったので、やっぱりこうあれだけのハードワークをこうシーズン通してできないんですよ。あのチームでも、チャンピオンズリーグ優勝したチームでもできなかったんですね。で、
その中でもバイエルンがこうして優勝できたっていうのはやっぱこうハンジフリックの力であったりとか、まあ、レバンドスキが得点取ったりとかっていうのはあったんですけど、やっぱ指揮官の力が圧倒的に大きかったんですね。でそのユベントスに言えるのはピルロはまだ早かったですし、経験もまだ浅いですし、なんで逆サイドの選手をなんで逆サイド、なんかこう利き足とは違うサイドの、え、なんて言うんだろうな、右足が利き足の選手を左サイドに持ってきてるみたいな、なんでみたいな、クアドラードをなんで左に持ってきてんのとか、だから謎な采配が結構多かったんですよ。でシーズン始まった段階からそれをしてて、え、なんか目的があるんかなと思ったら別になかったっていう本当になんか試しただけで、それを結局何にもできてなかったっていう感じなんですよね。ユベントスに関しては僕シーズン全て見てないんですけど、16試合ぐらい見たかな、多分ね15ぐらいは絶対見てるんですよ。で見てて思ったのはやっぱそうで、でやっぱ得点もやっぱりロナウドが結局点を取ってるわけで、それ以外の選手の得点もやっぱ少ないですし、やっぱりこれはやっぱチームとしての出来やっぱ低かったのかなと思います。アレグリーがねもしかしたら戻ってくるかもしれないみたいな噂が出てますけど、戻ってきたら強くなりますよ、多分というか絶対ですけど強くなりますけど、まあピルロで引き続き行くのであれば来シーズンももしかしたら優勝は厳しいかもしれないですね、正直言ってね、はい、っていう感じでございます。で、まあ、ナポリがね最後ちょっと悔しくも引き分けてしまって、チャンピオンズリーグ逃してしまってヨーロッパリーグに回ってしまうと。で6位がですねラッツィオで、7位がローマという感じになっております。はい、で得点王はね、まあ、もちろんなんですけれども、あのクリスチャーノ・ロナウドがしっかり取っております。すごいですね。はい、で、一応2位がルカクですね。で最後ムリエルで、最後なんですけれども監督の移動とか選手の移動みたいなものが結構噂出てきたりしてるんで、そちらの話をまずさせていただけたらな、と思います。まずじゃあプレミアからいくんですけれども、まずヌーノ、ウルブスですね、ヌーノが退任することが決まりました。確か2023年までの契約していたんですけれども、まず今シーズンいっぱいで、ウルブスを去るということで、ウルブスでね、大物ぐらいのもうチームというイメージなんですけど、大物を食うっていうイメージなんですけど、素晴らしい指揮官ですね。これからねどういったチームを率いていくのかわからないですし、どこの一旦休養するのかわからないんですけれども、まあ、間違いなくウルブスのレジェンド監督なのではないかなと。シーズン通してね、特に上がってきたシーズンとかはすごかったですし、ポルトガル人のいい選手をいっぱい集めてきて、プレミアで素晴らしい戦いを繰り広げていただいたヌーノには、感謝感激という感じですね。はい、で後任はですね、なんかラニエリとかなんかいろんな噂は出てるんですけど、今現状ちょっと全然わかんないって感じです。コンセイソンっていう噂も出てますね、ポルトのね。で、次スパーズですね。スパーズに関しては監督が誰になるか正直全く分かりません。お金が正直ないので、大物の監督はまず雇えないと思うので、誰になるのかなっていう感じなんで、正直誰っていう感じなんで分かりません。ただアレグリは多分無理やと思うんですけど、テンハグをもし取れたとするのであれば、スパーズは上向きになると思います。テンハグは素晴らしい監督なので、バイエルンにも欲しいって言えるような指揮官だと思います。で、スパーズで言うと、あとハリケインですね。移籍が、間違いないだろうという感じで、行き先がどこになるかわからないですけれども、前回のカタラウでもね、ハリケインのことを話させてるんで、あまり深くは話さないですけれども、チームのエースが抜けるんで、その穴をどうするかっていう感じですね。それこそね、スパーズで言えば、鎌田選手が
スパーズの補強候補に出てるんで、ただドイツ方面では結構出てるんですけど、イギリスではあんま出てるイメージがないのでどうなのかなっていう感じなんですけど、まあ、鎌田選手は結構今シーズンフランクフルトでアシストもたくさんしてるんで、引き抜かれてもおかしくないかなと思います。はい、という感じですね。で、あと、まあ、プレミアで言うとワイナルドゥムがもう退団決定して、多分バルセロナじゃないかな、バイルンに欲しかったんですけど、まあ、バルセロナだろうなという感じです。でもバルセロナに行くってなったってことは、多分クーマンがもうワンシーズンやるんだなという感じですね。で、アグエロが今シーズンいっぱいで退団、バイナルドと同じようにバルセロナに移籍するという感じですね。あとはレスターのモーガン、引退が決定しました。奇跡の優勝したね、当時の首相キャプテンが退団するということで、本当にお疲れ様でしたと言いたいですね。ミラクルレスターのキャプテンやったんでね。でその後も、ずっと レスターに残って試合に出ることは少なくなりましたけど、チームを支えていたという話は聞いているので、情報としてね、耳にというか目でしているので、素晴らしい選手なんだなと思います。文句一つ言わずチームを陰ながら支えている、本当にキャプテン心にあふれる選手なんだなと思いますね。で、他のチームになると、まあ、リールのガルティアも解任するということは、まあ、さっきカタルの前半で話するのもいいとして、あと、まあ、他のチームで言えば、まあ、セリエで言えばコンテが、もうインテルを去ることが決定しました。まあ、これはね、給与面だったりとか、もともと結構噂も出てましたし、北川さんもおっしゃってたんですけども、北川さんも、まあ、コンテは去るだろうと言われてたので、まあ、そうなのやろなっていうイメージで思ったら、やっぱそうなりましたね。さすがですね、北川さん。もうイタリアにの情報に関しては、もう僕も北川さんから常に情報を得てるぐらいの感じなんですけど、すごいですね。あんなにすぐ情報を得れるんやろう。いいな。まあ、でもインテルね、公認どうなるか分かんないですけど、給与とかね、問題もあったりするんで、来シーズンちょっと厳しいかもしれないですね、優勝ね。なんかちょっとバタバタっとしてるんでね。で、あとはですね、ダニエリ、サンプドリアの、吉田麻也選手が所属してる、サンプドリアのラニエルも、チームを去るという感じです。で、ラリーガに関しましては、ジダンが多分今シーズンで多分去るんじゃないかなっていうニュースが出てて、多分本人もね、多分チームの選手たちに言ってるっぽくって、2度目の政権ですけども、ここでチームを去るという感じでございます、多分ね。で、後任はアレグリの名前が出てるんですけど、アレグリはやっぱね、引っ張りだこなんですよ。だっていい指揮官なんですもん。しかもね、レアルマドリードにて絶対強くなりますよ、レアルマドリード。正直言って、アレグリが来たなら来シーズン優勝候補です、僕の中で絶対的に。まあ、それぐらいの指揮官なんですけどね、本当に素晴らしい指揮官だな、アレグリは、っていう感じで、まあ、あとは結構もろもろいろんな選手の移籍噂とかまたこれからどんどん出てくるとは思うんですけれども、引き続き情報は追いつつ、またこのカタラウの方で話していただけたらなと思います。はい。で、ちょっと最後に軽くポロッと触れるんですけど、ヨーロッパリーグ、マンチェスターユナイテッドと、ビジャレアルが試合をして PK 戦の末負けました。マンチェスターユナイテッド、我がマンチェスターユナイテッド負けたんですけれども、まあ、決勝まで行ったことは、チームとして良かったですし、ただチームとして無冠というシーズンで終わりました。これはですね、いい選手はいたとしても、まあ、ユベントスと一緒で、指揮官がシーズン通して勝ち点をこぼすことも多かったので、残念やったなという感じです。来シーズンより厳しくなると思うんで、正直言ってね、もうこのタイミングでもうアレグリをぶんどるぐらいの感じで頑張ってもらえたら、ユナイテッドのフロントをもう一回評価できると思うんですけど、多分ないと思うんで、まあ残念かなって感じです。まあ、ビジャレアルに関しましては、まあ、ウナイ・エメリが来て、まあ、エメリは、まあ、ヨーロッパリーグ優勝するも上昇の監督なので、まあ指揮官の差が出たなっていう感じです。でビジャレアルに関しましてはおめでとうございますという感じでございます。はい、ということでちょっとね、長くなってしまったんですけれども、今回のカタラウトラジオはここまでで終わりたいなと思います。
プレミアリーグとブンデスリーガのね特番の方も、この後が、出てくると思うので、そちらの方のご視聴もぜひよろしくお願いいたします。はい、ということでカタルスプラジ第14回ここまででございます。ご視聴ありがとうございました。